皆さんこんにちは、小場翔です。中瀬です。はい、先日ですね、アベマ TV、アベマニュース、YouTube 見てたらアベマの動画で、はい、東大に入ったら不幸になったみたいな、動画があって、はい、で結構東大で官僚出身の宇佐美さんっていうコメンテーターの方とかね、はい、とかが結構いいキレのコメントをしてたりとか、うん、あとはそれこそ我々をねずっと受験生の頃見てきた和田先生がいらして、いろいろ持論を展開されてたんですけど、今回ちょっと僕らもちょっと意見言ってみようかなと思って、はい、はい、ちょっとそのテーマをやらせていただこうと思っていますと、はい、でまあ一つ目の議題としては、うん、まず東大に入ったら不幸になるのかどうか。法大に入ると、まあ、なんかプレッシャーも高いし、要はその、なんかあんまりめっちゃ頑張れない人とか、天才型じゃない人は、東大行かない方がいいんじゃね？説。はい。はい。どう思いますか？いやどうなんですかね。僕はそんなこと全然ないと思っていて、っていうのも多分、まあ、東大に行ってプレッシャーでダメになるっていう人は、まあ、なんていうんですかね、それはなんかどこの環境に行っても適応できない何割かの人っているじゃないですか、正直。でそういうのがたまたま東大に合わなかったという人がいただけであって、うん、その全体的に東大に行きたいったら不幸になるという話では一切ないと思うんですよね。はい、はいはい、全く同じ意見です、はい、っていうのと、そのなんか、まあ、東大に行ったのに不幸になるっていうのが、はい、取り上げてもらえる時点でやっぱ東大すごくねっていう。ああそうですね、確かに。そうそうそう、はい、別に変な話ですけど、F9 行って不幸になりましたとか、もう吐いて捨てるほどなんかもう5チャンネルの書き込みレベルじゃないですか。いやいや本当そういうことでしょ。そうですね、けどなんか東大入ってなんかこうあれね、なかなか適応できなかったってなると、うん、なんかニュースで取り上げられたり記事になったりするってことは、はい、やっぱそれだけ事象としては関心呼べるってことですから。そうですね、まあ、やっぱ東大の力があるなっていうふうには感じましたね、うん、はい、前提として東大に入ったら幸せになれるっていうのがあるってことですよね。あ、そう、それ、はい、でもまあ僕そこがおかしいと思ってるんですけど、ちょっとじゃあ今の話に似てるんですけど、2つ目の議題が、はい、東大生は使えないって言われたりして、うん、それが結構こう社会に出てからプレッシャーになっちゃう人もいるらしいんですよ。うん、そのアベマによるとね、はい、それどう思いますか？なんかそうですね。なんかまあ使えない、なんかもちろん、うん、その学力があるからといって、うん、かといって使えるっていうのは端的に結びつくわけではそもそもないと思ってるんですよ。ただ、まあ、東大生っていうのは比較的真面目な人が多かったり、まあ、論理的思考能力が高い人が多かったりするので、うん、優秀な人が比較的多いというだけなんですよ。うんうんうん、だから確かに使えない人はいるんですよ。ただ別に何て言うんですかね、なんか使える人はその使えないとか言ってくる人の前に現れないので、東大生で使える人ってめちゃめちゃ上の方に勝手に上がっていくので、まあ、そうするとなんか世間一般で言うと、なんか東大生の使えない人なんて多いなって思われるかもしれないですけど、それはなんかその場所に留まってる人だからそう思われるだけの話なんで、何て言うんですかね、なんか別になんか東大生だからっていうのをそもそも社会人になってから気にするのもナンセンスで、なんかそんなこと考えてたらそっちが不幸せだろうって思っちゃうんですけどね。そうですね、僕の感覚は、はい、何をぬるいこと言ってんのかなって感覚なんですよ、はい、なんか東大生は使えないって言って落ち込んでんだったらそんな仕事やめろよって思うんですよ、ね、あーなるほど、かなりごめんなさい、はい、今僕厳しいこと言うんですけど、僕は東大生なのに使えないとか死ぬほど言われたし、うん、東大生なのにコピーも取れないのかよとか言われたし、でも取れるわけないんですよ、だってやったことないんだもん、うん、東大生って教わった参考書の内容とか問題集のものを再現して解けるっていうだけの、うん、まあ多少ね工夫はできるけど、ただそれだけの存在ですよ、うん、で確かに思考力とかは普通の人よりあるかもしれないけど、別に仕事は仕事じゃないですか。そうですね、別に今までなんか普通にこうなんか勉強してきたのに、言ったら急になんかよしお前ら明日からサッカーやるからなとか言われて、いきなりサッカーのルールも教わったこともないし蹴り方も知らないし、用意ドンってやって、んだよお前全然ゴール入んねえじゃねえかと言っても、あ当たり前じゃないですか。そうですね、そう、でもそれはじゃあゴール入んねえんじゃねえかって言ってる人間が悪いのかどうかっていうのはまた別だと僕は思ってるんですよね。それはなんかこう叱咤激励するために言っていることもあると思うし、僕は言わないですよ他の人には。だけどやっぱりそれだけ厳しい職場を選んだのであれば、それは自分の責任じゃないですか。僕はブラックでも実際まあブラックではなかったけど、ブラックでも何でもいいからコンサル会社でめちゃくちゃ働いてめちゃくちゃスキルを伸ばしたいと思って行ったんですよ、はい、ただなんかなんか、なんていうのかな、放送禁止用語になっちゃうかもしれないけど、なんだろうなんだろうなんだろうピー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 みたいなことめちゃくちゃ言われたけど、まあ、それでも別に頑張りました。もちろん心折れかけた部分もあるけど、だからそういう覚悟で仕事を選んでるんだったらそんぐらいでへこたれてんじゃねえよ。なんか相当もっと人格否定の言葉だったらともかく、東大生なのに使えないねとか使えねえなとか、それぐらいで心折れてたらもうダメでしょっていう気はするし、いやそうじゃないと、自分はホワイト就職をしたつもりだし、そのいい職場環境に恵まれることがもっと
優先的な事項なんだと。なのにそういうこと言われるんだったら、むしろそれは逆で、いやいや、おめえが東大生使えてねえんじゃねえかバカつって言い返して、その会社辞めればいいと思います僕なるほど、はい、いや使えないんじゃなくてお前が使えてないんだろつって、うん、俺は勉強してきて新入社員に入ったのにお前がうまく使えてないんじゃねえのつって、はい、言い返せばいいと思います僕は、うん、逆にでもなんか、うん、でもそもそも東大生なのにだったら仕事ができるという前提がおかしい。まあそうですね、おかしい。だって違う競技やってるんで、うん、確かに関連性はありますよ。だから野球でめっちゃ鍛えてたから、もしかしたら足も速いしサッカーもできるかもしれないみたいな、うん、可能性は高いですよね。そうそう、可能性は高いですね、一般人よりは、うんうん、だけどそれは別に違う競技やってるんで使えない人もいるだろうし、あとそもそもそんなに会社って採用成功しないんで、うん、もっとデータを見た方がよくて、3年間で離職率 30% とか言われるじゃないですか、うん、ってことはですよ、せいぜい3年の、単位でも3分の1は辞めるわけですよ。そうですね、ただ冷静に考えてほしいんですよ、これもっと実は多いんです実際は、うん、もっと大企業とか安定してる職場ってそんなに離職しないわけですよ、はい、クリーンな会社って。そうですね、そうするともっと普通の平均的な会社っていうのはもっと離職率高いんですよ、うん、ってことは全然採用成功してない会社が多いんですよ世の中。そうですね、だから別に辞めて当たり前だし、嫌ならそれ辞めちゃいぐらいの気持ちでやっても僕はいいんじゃないかなって思う、うん、そのホワイトなものを望んでいるなら、うんうん、だけど別になんか外資系みたいに多少ねブラックな部分があっても、もうゴリゴリやったるわって思ってる人はもともとへこたれてないと思うんですけど、うんうん、そういう風に感じすぎだ、多分プライド高いんですよ、うん、そうですね、プライドが高い、高すぎる、うん、よく言うのは東大には天才がいっぱいいて、なんかなんかプライドへし折られたみたいな、うんうん、いるんですけど、プライドが高すぎるんですよね、そういう人は。じゃあそういうプライド高い人は何なのかって話をまたちょっと次の議題でしたいんですけど、はい、和田先生がおっしゃってた、はい、その奈良とか開成の子は哲力会で、はい、ガンガンその勉強してこう、うん、なんか詰め込みだからあんま頭良くないし社会でもうまくいかないって言ってて、うん、一方コメンテーターの宇佐美さんは逆で、いやむしろその筑駒とか、開成の人たちってそれこそ高校時代からやつら哲力会とかつながってて、もうコミュニティが出来上がってると、うん、で一方でその本当になんていうかな、今まで東大出たことがない学校から東大来るとか、本当にこう年にこう地域で一人いるかいないかとかから来る人って、僕らコラボをさせてもらったんですけど、はい、UTFR さんっていう非進学校から東大に行くみたいな、そういうサークルの集まりが結構できてきてると、はい、で中途半端なのはなんか2年に1回ぐらいは東大が出る学校とか、年に1人ぐらいは東大が出る学校の、その本当その中間ぐらいから来た人っていうのは、さすが開成のやつだとつるむでもないし、その非進学校の集まりに行けるかっていうとなんか若干条件がそぐわなかったりとかしてみたいな、うん、一応県内ではなんか有数の進学校でなんか学年に2人とか東大行くみたいな、うん、だからまあ名門校なんですけど、その なんていうのかな、そのコミュニティとかはないみたいな、で浮いちゃうと、うん、で そうなると、でもずっと自分は地域で一番一番でやってきたから結構その心へし折られるみたいなこと言ったんですけど、うん、和田先生派と宇佐美さん派どっちですか。僕はでも今の話を聞いてる限りだと宇佐美さん派ですね。あ、なるほど、はい、僕もなんですよ、はい、そう和田先生ちょっとなんか違うなって思ってて、意外ですね、うん、はい、意外ちょっとなんかねずれてたんだけど、そう僕らもまさにそうじゃないですか、はい、開成から東大って多分日本で一番人数多いし、はい、浅野から東工大も日本で一番人数多いじゃないですか、うん、そうですね、めちゃめちゃ得してるじゃないですか、めちゃめちゃ得してるめちゃくちゃ得してるじゃないですか、はい、だからもう有利ですよね、はい、だから僕感じちゃったのはすげえ申し訳なくなったんですよ、うん、なんかこう自分が東大入ってあれなんかめちゃくちゃ得してるぞと、開成から行ったことで、はい、でまあ、自分は特にただ高校入学なんで、うん、中学の頃からいた人と比べれば開成のそもそもネットワークも少ないんですよ、うん、はい、だからまだいいけど、中学校から開成で友達がめっちゃ多いやつで東大行ったやつとかはもうなんかもういろんなところに知り合いがいまくってみたいな状況なわけですよ、うん、あ、これなんかめちゃくちゃなんか大学生活に有利不利あるじゃんみたいな。いや本当そうですね、はい、うん、なんか例えば中学受験とか高校受験って確かにまあ同じ地域の子供同士で上がってくるってあるけど、うん、まあ、人間関係ってほぼほぼまあリセット的な感じで始まるじゃないですか、うん、そうですね、うん、なんだけどもう大学だと東大とかそこに存在してるんですよね、人間関係が。いや本当ですね、はい、そうで一番やっぱりやべえなって思ったのが、東大って最初新歓合宿っていうの行くんですよ、はい、で、うん、まあ、そうですね、その最初のなんていうんですかね、1個上の学年の人たちと行って、うん、まあ、レクリエーションしたりとか、クラスごとにみたいな、ね、あ、そうそうそう、はい、あります。東工大も、東工大は僕はあったはずなんですけど、僕が入った年が震災、東日本大震災の年で、僕らはなかったです。なるほど、なるほど、はい、そうそうそう、でなんかそこでなんかクラスの役職を決めるんですよ、はい、でコンパ長、コンパを仕切る人とか、はい、あとなんかなんだっけな、試験対策委員長かな、試験長って言うんですけど、はい、試験長って言うんですけど、そういうのとかを決めていくんですけど、はい、
そのみんなで話し合うって言っても要は人間関係がないわけですよ。ああ、なるほど、はい、本来はね、本来は、はい、なんだけど、ね、そういう風に集まると当然だけど、まあ、じゃあ中のやつが何人かいて何人いるんで、そうするとそこでじゃあまあお前やっとけみたいな感じでこうもう分かります。なんかそのめちゃめちゃ分かりますね。別にいじめとかはないから、そのスクールカーストじゃないんだけど、でもそういうものがもう4月のまだ授業始まってないのに存在するみたいな。いや分かります、めちゃめちゃ分かります。はい、それってえぐくないですか。ちょっと分かります。僕もそう東工大のセミ理工に入って120人ぐらいの学部だったんですけど、うん、あ150人ぐらいの学部だったんですけど、うん、もううちの学校からいたのが7人ぐらいいて、うん、もう最初からその7人につるんでるみたいな状態スタートなんですよ、うんうん、だから誰も友達じゃないのに7人で歩いてるから、うん、そこになんか派生して20人ぐらいのグループ出来上がるんですよね。だからなんかそこでしかも何か意思決定が学部での意思決定がそこで行われるんですよ。だからめちゃくちゃ有利でしたね、正直ね。だから、はい、そういうのはね、なんかそこの制度はちょっと変えた方がいいと思うんだけど、でも人間ってやっぱそうなるじゃないですか。そうですね、群れで生きるものなので、はい、なんかその時にすごいな、痛烈に思いましたね。はい、まあ、20何人のクラスで、うん、まあ、別にね半分回数とかそういうわけじゃないですよ、ないけど、うん、やっぱりこう人間がある関係ができてるのとか、うん、あとやっぱりそのビビってる子もいるわけですよ、うん、やっぱその地元で一番とかの子は、うん、その自分と同じ学力の人間と集まその何十人って集まることがないわけで、人生で、確かに、はい、うん、で塾にも行ってないとかとかもいるんで、ね、はい、僕は本当はそういう子の方が才能あると思うんだけどそうですね、そう哲学会付けとかね、僕みたいに塾付けの人間よりは才能あると思うんだけど、またそういう子と比べて僕らからしたらその東大クラスの要はやつらで、新しい東大クラスのやつらが集まったぐらいの感覚なんで、うん、別にコミュニケーションするの何の抵抗もないわけですよ、うん、そうですね、うん、まあだから、まあ、男子校なんで若干女子には緊張するけどぐらいなそこぐらいのちょっと笑い話、そうそうそうだからまあそんぐらいなんで、やっぱそうするとやっぱこの市家長とかそういう役職も、まあ、奈良とか改正がやっていくみたいな感じになるわけですよね、うん、そうですね。だってすごいびっくりしたのは、最初に市家長かなを決めたんですよ。で、市家長は奈良のやつがやったんですね、はい、まあ、結果的にめちゃくちゃ優秀で今官僚やってて、あの卒業の時にも、法学部で何番みたいな成績のやつなった、すごいやつがいるんですけど、奈良市のやつがなって、はい、で次に出たのが、じゃあ市家長奈良にしたから場長改正にしようかってその発言が出てめちゃくちゃ僕はびっくりして、だもうそれがあこういうのが当たり前なんだっていう。なるほど、 それすごいですね。そう、ただなんかあのいい感じに僕含め改正生にあのパリピがいなかったんで、あのパチョウも灘になりました僕のクラスは。そうなんですね、はい、パチョウも灘になりました、はい、まあでもそれ全然いいんですけど、そうとかってなると、じゃ あの他のクラス の、はい、その死刑対策とかのつながりがあるからとかで、やっぱり死刑長は灘とか改正がいいみたいな感じになるわけですよね。あとコンパとかだと他のクラスと合同コンパやらないとかなるから、やっぱ改正とか灘がいいみたいな。なるほど、なるほど、すごいですね。ってなるんですよね。そうだから他の学校の人がこうあんまり立候補とかできないみたいな感じになっちゃうんですよね。でまあなんかしょうもない役職で、まあ、やりたい人はやるみたいな感じ。そうでまたなんかその悲しいんですけど、東大生ってみんな真面目な人いるじゃないですか、はい、そうですね。そうするとなんかちょい役をみんなやりたがるんですよね。あーなるほどわかります。なんか役職は持ってたい人多いですね。そうそうそう、でも超重いやつは嫌なんだけど、うんうん、その死刑長パチョがまあ重いって言われてるんですけど、そこは嫌なんだけどちょい役はもらいたいみたいな。なるほどなるほど、はい、はい、なんかそれこそあの死刑ん新刊係だったな、うん、来年その面倒を見てあげる係とか、うん、そういうのやりたいみたいな人とか結構。なるほどなるほど、はい、あとなんだっけな、5月祭員とか、なんかそういうなんかちょいちょいのやつをやりたがるみたいな、うんうん、ただ僕は結構あのパンクなんで改正のくせに何もやらなかったですね。そうです。何もやらなかったけど全部のイベントに参加しました。あの新刊係じゃないのに次の年新刊行きましたもん。パチョウとかと仲いいかな。まだ一番楽しいですよね、そのポジション。まあまあ別にいいポジションってわけじゃないですけど、はい、あの自分はその役職とかあの 嫌な、嫌だったんで学生の頃は好きにやりたかったんで、はい、まあ、そういうふうにしてました。やっぱりでも本当にそういうこう格差あるよなっていう。うん、ただあの一個だけ皆さんもし高校生の方が見てるとしたら言いたいのは、あの努力ででもどうにかなるんですよ。うん、そうですね。あの別に文句を閉ざしてるわけじゃないんですよね、はい、その改正の人とか浅野の人たちが別に話しかけてくんじゃねえよみたいな、うん、別にヤンキーじゃないんだよ。そうそう、ヤンキーじゃないんで別に縄張りとかじゃないんですけど、はい、こっちもなんか声かけて嫌がられたら嫌だなとか、うん、なんかこう嫌われたら嫌だなって気持ちはあるんで、はい、言うて結局進学校のやつってどこかやっぱシャイな部分はあるんで、そうですね、そうどっかね強がってても、うんうん、あのシャイな部分はあるんで、逆に話しかけてあげるとあの仲良くなれたりするんで、はい、だ僕逆にそのなんかこうそうですね、仲良くなったやついましたよ。全然あの、うん、自分のとその会社とかと関係ない人でも
九州とか奈良、そうですね、のやつとかなんかありました。でもやっぱそう一人さ聖光学園がいて、でまたそう聖光友達がこうまた広がってくる。いや、わかりますわかります。それめちゃくちゃあるんですよね。なっちゃうの、はい、ウイルスみたいに増殖するんですよ。はい、だからまあでもそうやってこう輪に入れば、まあそうやって広がっていくし、あとは、まあ、サークルをうまく活用してほしいなって思います。うん、サークルだと必ず共通の話題とか何かがあるから、うん、まあ、そういうところでこう仲間を増やすっていうふうにしてほしいです。うん、あの絶対に学校で友達作った方がいいです。うん、それは言っておきます。で、はい、あのちゃんとあのなんていうかな、いろんな友達を作ってほしいんですよ。うん、だ別にどこまで自分も一緒に同じことをするかともかく、真面目なやつ、まあ、ちょっと遊んでるやつ、サークル一生懸命やってるやつ、なんかすごい趣味持ってるやつ、いろんな人いるじゃないですか。いろんな友達を持ってほしいなって思います。はい、はい、というわけで、まあ、ちょっとなんか着地点がよく分からなくなりましたけど、まあ、あの東大に行ったら不幸になるかという話ですけど、はい、まあ、僕は不幸にならないし、なんか努力次第だと思うし、まあ、あんまりプライド高すぎるのは良くないなっていうふうには思います。まあ、どうしてもね、地域でずっと一番でやってきた気持ちっていうのはまあ分かるんですけどね。うん、そういうやつの集まりですからね、結局ね。そう、ただまあね、うん、ある種こう進学校だと全然自分が一番じゃないことを分かった上で東大来てるじゃないですか。そうですね。だから別に何も感じないわけですよね。そうですね。そのあいつねテスト何点だって、うおすげえみたいな、やっぱすげえなみたいな、終わりなんですよ。だから高校の時代と変わらないんですけど、はい、うん、ただやっぱりこう一番だった子はあれみたいな、相当やったのになんか平均ちょっと上しか取れてないみたいな、やばいんじゃないかみたいな、うん、別にやばくないんだ、やばくないです、うんうん、みたいな、そういうね、あのあるかもしれません。はい、はい、ちょっとまあ話がぐちゃっとしましたがいかがだったでしょうか。まあ、これからもね、いろんな大学生の実情についてお話ししたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。